ては俺は。もう待ったはなしだ、柱間。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、扉間。サルトビ。おう。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より
任界中の誰より大人なんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。準備完了だ。バカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。